午前3時辺りが真っ暗な中明かりが灯るお店がありました白鷹町の和菓子の老舗やまり穂店の奥で一人作業をしているのはやまり穂の6代目新宮俊之さん作っていたのは6代目の自信作「栗蒸しようかんです」。 羊羹の中に大きな栗がゴロゴロ入っています実はこの栗に人気の秘密が隠されていました砂糖漬けの栗を使ったその栗蒸し羊羹というのが世の中の当たり前だったんですで、その時はバカにされたけどまあ人がやってない生の栗から作ったらどうなんだろうって考案したのがこの栗を 販路にではなく生栗から作る栗羊羹は見事に大ヒット全国的な人気となり今や幻の栗羊羹とも言われるようになりました和菓子店の山鑑菓子穂は白鷹町で創業して100年余り当初から自家製の餡にこだわり山鑑饅頭は有名です実は代々こだわり続けた自家製が 六代目のクリーム塩缶にも生かされているんです。まんじゅうのあんこを。クリーム塩缶にこの改良するんです。今度そのご先祖様が。やっぱりうちのこのおまんじゅうを残してくれたおかげで。このクリーム塩缶の使い人にもつながったんです、ね、高校時代は陸上競技に熱中していた新宮さんですが。卒業後は順風だったとは言えませんでした。 あまりにも、悪いことしすぎて。家から一度、その、出されたというか。自分を変えたい。新宮さんは、アルバイトで貯めたお金で、インドを訪れました。十九歳の時でした。本当に、まカルチャーショック受けましたね、インドは。いや、もう、カースト制度、今ではもちろんないけども。インドというのは、もう、生まれながらに。まあ、貧乏な家庭で育ったら。 裕福にはなれないって、そういう仕組みが今でも、どっか残っている国なんですよ。僕は今まで、ね。19年間。何不自由なく。育ってきたのは。自分一人じゃなくて、やっぱり両親。で、ご先祖様がいたおかげで。今の僕ってあるんじゃないかなって。インドに行って、初めて気づかされました。心を入れ替えた新宮さんは。その後。25歳の時に。クリム使用感を考案したのです。 デパートで販売すれば常に長蛇の列しかしいくら需要が増えても大量生産はできません手作りにこだわっているからですこの時期は栗の産地茨城県から毎日立派な新栗が届きます

茹で僕もちょっと気をつけてるところで端っここそたくさん詰めてお客さんをびっくりさせてあげようってそういう思いで結構これを蒸し上げ冷蔵庫で冷やせば栗蒸使用感の完成ですお店を手伝っているお母さんは。 すすごい人気ですね、クリーム塩うん、私今日初めて食べたわ<っ>3ミリ、厚さ3ミリの栗蒸しを買か。さっき息子に「はい」なんてやつよ今年初働いてでも、うんうん、なかなか食べられない食べるそのほら待ってるお客様さ、うん、何もでもやりたいっていう思いあるもんでもう試食は後回しだわよ今日皆さんのおかげで私もいただきました 3ミリ厚さの洋館 <laughs> 味よく分かねなかった <laughs> 店内には歴史を感じるたくさんの木型が展示してありました婚礼用の錠生菓子の型ですあの錠生菓子自体が今もう昔と違ってそんなに需要もやっぱりなくなったっていうのがあってそんなに今使われてないんですけどもいずれまた復活させたいなそういうことで今 練り切り城南和菓子の私は実は勉強してます。やっぱりご先祖様の先代代々の受け継がれてきた木型なもので。それを絶やすのではなくて、また次世代につないでいきたいなと思ってます。縦こう。やまりかし六代目。挑戦は続きます。